とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、完全攻略、やっていきましょう。今シーズンね、若干難しいのかな。クリーパーが多いので、若干難しく見えますけども、いや、そうでもないかな。なんかちょっとね、今シーズン微妙なのよね。難しいか難しくないか。なんかいまいちわからない。まあ難しくはあるのかもしれないね。クリーパーがとにかく多いので。でもまあ処理がね、うまくできれば、特に問題なくいけると思います。ナイスー。で、凍結との相性が悪いのよね、クリーパー。なので、まあ、凍結には注意していきましょう。はい、一回クリア。次です。両刃物ですね、取っていきます。で、エンチャントで強打入れてください。この強打がね、結構重要。ある程度先までこれ両刃を打っていくんで、強打が入ってるかどうかで結構火力がね違うんですよ。いや違う、強打はやっぱりすげえ使えるのよ。こういうところでは刺さるところではものすごく刺さる。なので強打はしっかりと入れていきましょうね。よし、あと上にいる？あ、いたいた。はい、2回クリア。どんどん行きましょう。ここで傭兵ですね。傭兵を着替えてください。で、雪玉ね、入れておいてください。雪玉、魂の袋を入れてソウルを集めていってもいいんですけども、そこまでは必要ないかなと思います。それならばちょっと我慢して、あっ、シュルガー注意ね。とにかくシュルガー注意です。 OK、 シュルガーが面倒くさいので倒すようにしましょう。まあ、開くまでね、うまいこと待たなきゃいけないですけど、OK、 まあ、出る場所は分かってるので大丈夫でしょう。ちょっと喋りに夢中になるとこうなるわな。 OK、 はい、3回クリア。何もいりません。まあ、魂の袋は、まあ、いらないよっていうことを覚えておいてください。なんでもって雪玉はしっかりと3まで上げましょうね。雪玉3重要です。ナイス。まあ、矢はまあそれなりに使うので嬉しいかな。 OK、 いいんじゃないですか。はい、4回。いやー、次乱射取ります。で、乱射のエンチャントはちょっと待ってください。まずは雪玉から。雪玉3が、結構重要かなと思います。 OK、 やっぱね、ゼロ距離で撃つ乱射は強いからね。これですよ。あっち側にもう一本いるよね、多分。あ、おお、よかった、いなかった。なんか打ち漏らした気がしたんだけど。ここで影です。やはり影は重要、優秀です。いったかな。あぶねえ、あぶない、あぶない。あぶねえ、忘れてた。雪玉3入れてください。完全に忘れてた。
下いないね、もう多分下にはいないでしょう。終わり？終わりかな？はいはいはい。エンチャント忘れはね、ちょっと注意してくださいね。パワーシェイカー取ります。で持って火属性1入れといてください。あるとなしでは全然火力が違いますので、ソーセージの方よ。でボスに着く頃には影が2回ぐらいできるようになってます。まあ、影化は別に使わなくていいんですけど、まあ、一応保険用にね使えるようにすると違いますかね。はーい、はい、7回終了。捨てていけ。ここも何もいりません。でここねジオマンサー注意してください。ジオマンサーがとにかく鬱陶しい、まずはジオマンサー倒すようにしましょう。でそこだけ集中してるとちょっとクリーパー来てるのがねちょっとねわからなかったりするので、クリーパーにも注意しつつジオマンサーを倒す感じでください。まあ、とにかくあそこ船の上でジオマンサーに石をバーって出されると逃げられないのよ。なのでそこは注意していってください。ここで壊れたビーコンですね取っていってください。まあ、ソウルを貯める目的もありますけども、一番はこのパワー職人ですね。ここで、パワーシェイカーを上げます。ビーコンを持ってなかったらばそこまでパワーが上がらないんですよ。なのでビーコンを取って、パワーシェイカーを上げるようにしてください。でボスですね、強打を上げておいてください。強打2になると全然ねまた火力が違いますので、でボスは、パワーシェイカー使ってガシガシ攻めていきましょう。 OK、密着しすぎると降りますので、ここだけ注意かな。 OK、 頼り、どこだ、消えるでしょ、消えるっしょ、はい、OK なんかなかなか消えなかった。でここで角を変えてください。でポーションバリアですね。で両刃斧には強打3です。3になるとまたね火力が上がります。そしたらもちろん上がるんだけどね。でもパワー不足なのよ両刃斧って。だから強打とかで底上げしてやらないとちょっと厳しいですね。 OK、 強打なかったらこう本当ダメージが足りないからね。よし、でも武器はもう変えます。1回終了。ここでクレイモア変えていきます。でエンチャントで凶暴化と、弱体化で毒の雲か、雷どっちでもいいです。どっちでもいい。火力があるのは毒の雲だけども、雷の方が広範囲に当たるかな。まあ、なくてもいいなくてもいい、そんな重要なやつじゃない。むしろ凶暴化を2ぐらいまで上げた方が、まあ、ミスった火力は上がるのかもしれないですね。なんか変に使っちゃったらまあいいや、変に使っちゃいます。 OK、
構あのタワーレースの動きが結構痛いので、まあ、一応注意してみてください。あれにもろ当たってしまうと速攻でやられるんで、まあ、いつも言ってることですけども注意してください。ドクレイスは本当にやばい。で12回クリア、ここはいりません。まあ、爆発も強いんですけどね、まあいらないかな。でここ危ねえ、落とされるはずだ。ここに出てくる風使い、あと上にいる風使いね、あれそこを倒すようにしましょう。ここにドクレイスがいます。よし、 OK。 もう結構ね、弓は火力不足ではあるんですけども、火属性で、まあ、それなりに戦っていけるかな。まあそれなりですけど、よいしょ。で13回おしまい。ここで、愛のメダルもいいんですよ。いいのよ。でも、アップドラフトの方が使えるかなと思います。これでいってください。あー、で、エンチャント多めにまた入れていきましょうね。凶暴化。そんなに発動するやつじゃないけども。一応発動すると、10秒間、キノコ使ったのと変わらなくなるんで、かなり効果的ですね。でここもクリーパーがいるので注意してください。まあアップドラフト使っていけば意外と安心かと思います。 OK。 あとパワーシェイカーね、パワーシェイカーね、一番最初に取ったようなやつですけども、商人でパワーアップさせてしまえばほんと最後の方まで使えます。今のところは何も言いませんね。よっしゃあ。で、ここ敵多いです。最初から扉を開けないようにしましょう。開けてしまうとちょっと大変になるので最初は開けずに、よし、 OK、 いい感じ。あそこに溜まるんでね、アップドラフトとかパワーシェイカーである程度減らしてあげてください。 OK、 いい感じ。あぶねえやられるとこやった。はい、15回終了。でここでコグクロスボウを取ります。コグね。でここ武器上げたいとこですけども、武器はボス戦の後すぐ変えますので、スノーが一番お得かなと思います。スノーがお得。よし、でエンチャント入れていきましょうね。これでいいです。長男さんの虚無は一のまんまで大丈夫ですね。でこれ、2体出てきます。影化して、アップドラフトをまず使います。で持って、あとは1体まず倒した後にパワーシェイカーとかで攻めていけば、まあまあ難なく倒していけると思いますよ。で弱体化のドラとアップドラフトを変えます。アップドラフトはね、ほんとこのボス専用みたいな感じだったので、まあ、雑魚でも使えるけど、あとはもうドラの方が絶対必要です。 OK。 でもってここもなんかね敵多いんですよね。なのでダメージには注意してください。特にあの毒ダメージがね結構じわじわ減るんで、行きましょう。 OK、 いいんじゃない。
で、ここ開けてから、パワーシェイカー使っていけば、結構楽なんだよね。パワーシェイカーで、ここ一気に、進むと、行きやすいですね。で、リープリーフ言います。影化して、ドラ使って倒すようにしてください。なかなかあいつ HP 高いですね。で、もう一体、リープリーフいます。ちょっと待って、あれ消えて危なかった。わっ。終わりですね。大丈夫？大丈夫か？毒ダメージが、やっぱり意外とあるんだよね。注意しましょう。んで、フレームはここで変えまーす。ボンクラブですね。これ最後まで使っていきますよ。で、エンチャントですけども、8でもいいですけども、個人的には追い打ちの方が好きかな。で、虚無と爆発です。爆発多めに入れてあげると結構面白いので、爆発がおすすめですね。よっしゃ。OK、OK。いいね、いいね。いいよ。飛ばして落としていく、うん、よっしゃ。危ない危ない。はい、終わり。意外とやられそうだった意外と危ねえ。もう余裕着々でいくとよくないね。ある程度緊張感持っとかんと。で、ここちょっと難しいですね。タワーガードが、ちょっと鬱陶しいんですよ。6体ぐらい出ます。なので。よっしゃ。うまいこと、パワーシェイカーとかで、倒してあげるといいですね。で、ここの、エンチャンター、倒してください。はい。終わりかな。はい、20回ちょっと注意かもしれません。で、ここでね、スケールメイル取ります。うん、火力が上がるのでスケールの方がいいかなと思います。で、エンチャントはね、スケールメイルは入れなくていいです。エンチャントはなしで OK。 もう素の能力が強いのでていくといいですね。やっぱ攻撃力が 35% かアップするのが、あれがもうほんと優秀。いいね。爆発いいよ。危なっ。クリーパー注意ね。うい。21回終了です。何もいりません。で、22回もう少しでおしまいですね。で、ここはまあまあそんな注意することもないですけども、一応ネクロマンサー1体出てきますので、まあ、ネクロにだけはちょっと注意しておいてください。よし、ネクロ注意ね。ここに出ますもんね、ネクロマンサーが。あいつだけは、まあ、出た瞬間に倒してあげてください。 OK。 長引くとね、ちょっと召喚しまくって倒しにくくなるんで、まあ、長引かせないようにしましょうね。冗談しないな。はい、22回楽勝ですね。クリアー。次で、ここでパワーシェイカーとアップドラフト変えます。やっぱりボスにはアップドラフトあった方がいいっすね。
あげい。で、ここが多分ちょっと難しい場所だと思います。あのクリーパーが変に出てくるんですね。結構出てくる。なのでクリーパーを食らわないようにうまいことやってください。まあ弓メインで戦えば、まあ、そう注意することもないんでしょうけど。はい、 OK、 23回クリア。クリーパー注意ですね。何もいりません。でもって最後の商人です。上げる前にコグクロスボウをパワーアップしておいてください。コグクロスボウを上げます。まあまあ近接でもいいと思うんですよ。近接でもいいけどもコグの方がいいかな。でイリュージョナー2体ですね。まあとにかく影化してドラ使ってでアップドラフトでガシガシいく、うん、速攻で終わらせてあげましょう。速攻ね。あ、ちょっと待って。はい、いきますよ。もう一瞬で終わらせましょう。じゃないとあのブラインドもらってしまうんでちょっと戦いにくくなるんですよね。一瞬で終わらせ、おお、終わらせましょう。よくない、全然よくないな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。